堺田越とは、山形県最上郡最上町と宮城県大崎市の間にある峠である。別名中山峠とも呼ばれる。標高350メートル。国道47号が走っており、峠の頂上に最上町堺田集落があり、JR 東日本陸東線堺田駅がある。この集落は、分水嶺の真上に存在する集落であり、坂田駅前には、 ほとんど見られない地上に露出した分水嶺がある。ある一本の水路が流れるうちに自然に日本海側と太平洋側に分かれる水路である。非常になだらかな峠であり、大湯山脈を横断する峠の中でも標高が低い方である。そのため最上昇に山瀬が流れ込みやすく、標高の低さが逆に例外の原因になっていると言われる。道路も 非常に直線的であり、並行する国道に比べて、最も状態が良いため、仙台市や大崎市から、新城市を経由して、庄内地方や秋田県に向かう特大トラックが、堺田越に比べて走行が難しいとされる、国道48号合算道路ルートや、国道108号鬼神戸道路を避けて、頻繁に走っている。古来より、現在の仙台市から山都町、上町、 大崎市岩出山を経て、太平洋と日本海を結ぶ重要な峠であり、船形街道の清水河口からも上川を船で下って、酒田港に至るルートは、物流のルートとしても、旅のルートとしても使われた。仙台藩と新城藩がそれぞれ石書を設けていた。江戸時代には、廃人、松尾芭蕉が石書番人宅である、風人の家に投流し、飲みしらみ馬の尿する、 枕元の句を読んだ。現在も王子の街道が残されており、では仙台街道として大崎市人前の席から最上町笹森集落まで旧街道を探索することができる。ありがとうございます。